レッツゴーキリシ島とは日本の競争馬である。主な価値案は2010年の関屋記念。2006年、マルシンアモンの17の名でセレクションセールに上場され、この時は改定がつかなかったが、後に本場の2位、ゴーゴーキリシ島を所有する西村新一郎の所有となり、九州地方で育成を受けた。2007年8月12日、デビュー戦で勝利する。次に、 コクラ2歳ステークスに出走するが5着。9月の気境ステークスで2着、10月に2勝目を挙げた。11月、慶応杯2歳ステークスに出走し、アポロドルチェ、ドリームシグナルに次ぐ3着。第59回朝日杯フューチュリティステークスでは、単勝10番人気ながらもゴスホーク県に次ぐ2着と、堅実な成績で2歳シーズンを終えた。2008年は、 キサラギ賞で指導し4着だった。続く、スプリングステークスでは9着、サツキ賞では5着、NHK マイルカップは9着だった。日本ダービーでは逃げたが、最後の直線で、後続馬に捉らえられ13着に敗れた。その後、初の小馬との対戦となる、京成杯オータムハンディキャップに、出走、10番人気だったが、2着と、抗争した。続く、 富士ステークスでは5着、キャピタルステークスでは一番人気に支持されたが4着に、敗れた。続く、阪神カップでは10着と大敗した。2009年は、小倉大将店で指導し4着だった。続く、中京記念では3着と、構想した。しかし、4月5日のダービー協チャレンジトロフィーでは、集団からレースを進めるも、失速して13着という結果に終わった。 5ヶ月の休養を挟み、9月13日のレインボーステークスに一番人気で出走、逃げ切り勝ちを収め3勝目を挙げた。続く11月1日のカシオペアステークスでも逃げ切り勝ちを収め4勝目を挙げた。そして11月21日の福島記念に一番人気で出走、いつも通りの逃げを見せるも、直線で失速し7着に敗れた。2010年は、 福島記念後長期休養を経て、関谷記念で指導した。スタートから先頭で走り、最後の直線でも粘り通し、逃げ切りで重症発生派となった。しかし、その後の毎日王冠を目指しての調教中に、左足浅くっけん炎を発症。全治1年以上と見込まれたが、現役続行を目指して、肝細胞移植手術を行い、療養に入ることとなった。 長期休養を終えて2012年6月10日のエプソムカップで復帰したが再開の18着。続く中京を記念では逃げたが失速して再開の16着に敗れた。関谷記念でもいつも通りの逃げを見せるもブービーの17着。8月17日付で競争場登録を抹消された。引退後は千葉県香取市のオークリーフで乗馬になる。 祖母マルゼンキールの半兄に検証馬のマルゼンスキーが、いとこに、浦和記念の勝ち馬のブルーラットがいる。母マルシンアモンは競争馬時代に、地方競馬で2勝を挙げた。2010年時点では、北海道、向川町内の牧場に、つなぎをされている。3区は2010年8月時点で11頭おり、中央競馬で15勝を挙げている。このうち5番目の3区、 皇后霧島が重賞の新山記念を7番目の3区である本、馬が関谷記念を勝ったほか、6番目の3区ゴールド霧島もオープンクラスの競争、京都二歳ステークスで勝利した。それら3頭はいずれも場所の西村慎一郎が所有しており、その冠名霧島を競争場名に含むことから霧島兄弟と呼ばれる。母の3区は以下の通り、 ありがとうございます。